はい、どうもゲーム仮面です。あ、こんにちはって、あ、来てくれてるあやさんだ。こんにちは。うわ、あやさんだ。あやさん、バグについてめちゃくちゃ詳しい女子。今回はあやさんがアップデートでね、増えたダウンタウンのね、バグを教えてくれるということで、早速教えてもらいに行きましょう。はい、まずは本社から。あ、これあれだね、このアプリを作った会社、ハエギンって読むのかな。ここ一人でもできますということで、これ早速このね、柵の間、柵と建物の間に入って、気球、あ、気球取り出してる。ここで気球なんだ。あ、これ乗ってみよう。え、こんなところで気球乗る。おお、すげえ、中入れた。ちょっと待って、すごい、本社の中に入れたよ。こんな感じ、すげえ、これはやばいよね。天才ですね、完全に。これ面白い。うわー、初めて入った、ここ。何ここ。ええ、フレンドと生み出しました。すごい必殺技、すごい裏技ですね、これは。すごい。え、デメリットがあるんだ。デメリットは出れないことです。あ、そうなんだ、ここ出れないんだ。だから誰かにワープしないと出れないってことかな。さあさあ、別の場所に行ってみましょう。ここはね、消防署ですね。ファイアステーションって書いてあるんですけど、ここも柵の間に入ると。で、車、あ、この車に乗るんだ。この車俺持ってないんだよな。2人でこうやって乗って中に入ったら降りてください。いや、普通に入れる前提だからすごいよね。これで助手席しか見れないので、あ、そうなんだ。あ、入れた入れた。車で中に入れた。え、すごい、完全に中に入ったけど、一瞬でなんか勝手に出てきちゃった。ちょっともう一回入れてもらおう。入れた入れた、完全に入れたよ。降りたよ降りたよ。おお、あ、すげえ、中が見えた。消防署の中が見れた。あ、勝手に出てきちゃった。うーわ、これすごい。いや、こんな感じで、柵と建物の間に入って乗り物を出すっていう、この車じゃないといけないかもしれない。これ他の車で入れなかったところもあるんですけど、ここすごいよ、ほら。車のまま、中入っちゃってる。うわ、明るい時に入るの楽しいね、これ。すげえ。え、しかもこれ写真撮れるの？すごい、これ。これやばいね。はい、さらにこちらは図書館。図書館のところもこの柵の中に入って。うわ、え、待って。すごい、ここも面白いね。芝生なんだ。あ、なんか帽子消えた。なんか帽子が一瞬消えた。鎧の帽子が消えた。え、待って、これ面白いんだけど、工事中の建物じゃないと逆にできないっていうね。おお、なんか、コロテイオーくん、ゲーム仮面のフレンドのコロテイオーくんも入ってきたよ。すごーい。これ、建物の中に入ったらさ、他の友達をこの中に呼ぶこともできるっていうね。すごい、みんなで建物の中に入って遊べるっていうね、謎のね、バグですね。すごいね。すごい、ん？なんかパートナー、俺以外のパートナーいない？公式パートナー、あ、エイノンさんだ。エイノンさんがいる。公式パートナー仲間。いや、日本人のね、公式パートナーって意外と少ないからさ、8人ぐらいだっけ？なかなかね、お、あとは山の中かな、だって。あやさんが山の中。山の中も行けるって言ってくれてるんで、ちょっと早速行ってみましょう。うわぁ。何？ここ？山のふもとまで来たんですけど、そこを車で、この、ぐり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 回ってる。え、これが裏技につながるのかな、これ。こっからどうなんだ？おーおー、なんだなんだ？え、すげえ移動したぞ、今。え、なんだ今の。恐ろしいバグだったけど、今の。いや、裏技にも程がある。おお、え？変なところ来た。
山から変なところ来た。ああ、何が起きた。何が起きたのこれ。え？びっくりした。謎のワープしてたよね、今ね。いや、これ、どうなるんだ？あ、これ、俺のフレンドのコロテオくんが、あ、行けたって言ってる。あ、じゃあコロテオくんについていけばいいのかな？俺は。コロテオくんについていってみよう。はい、俺のフレンド大公開ですけれども。はい、あ、おお！おお！あ、やっぱあそこ乗り物でグリグリしてたらこうやって行けるんだ。すげえ、何ここ、何ここ、うおー、え、すげえ綺麗なんだけど、山の中、山の中すごくねこれ。ということでね、みんなもぜひこの裏技やってみてください。以上、ゲーム仮面でした。